はい、皆さんこんにちは、ケントです。今日もよろしくお願いいたします。で、今日なんですけれども、カリウムについてお話をしていこうと思います。で、カリウムというとですね、皆さんもご存知の通り、ミネラルの一つなわけなんですけれども、マグネシウムだったり、鉄だったり、カルシウムだったり、そういうところのね、役割って理解しやすいところかなと思うんですけれども、カリウムとかね、リンとかって、パッって言われた時になかなか想像しにくい部分なのかなというふうに思っていて、具体的な作用だったりボディメイクに関わるところでカリウムの役割を教えてくださいっていうコメントが結構多かったので、今日はですねこのカリウムについて大きく4点に分けてお話をしていこうと思います。まず1つ目っていうのがカリウムとは一体どういうものなのかっていうところですね。で、2つ目がボディメイクに関わるところのカリウムの役割って何なのっていうところ、3つ目が適切な摂取量と過剰症があるのかどうなのかっていうところで、4つ目がもしサプリメントとして補うならメーカーによって違いがあるのかっていうところ、この4点に分けてお話をしていこうと思います。あまり知られていないんですけれども、カリウムというと筋収縮っていうところに関しては深い役割を持つ栄養素なので、十分な栄養とトレーニングはしているにもかかわらず、いまいち筋出力が上がらないとか、ストレッチはしやすいけれども収縮しきったような感覚が得られないような方は、ぜひこの動画をご覧になっていただきたいなと思います。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですねカリウムがどういう風に人間に作用していくのかっていうお話をしていきたいんですけれども、そもそもカリウムっていうと冒頭にもお伝えした通りミネラルの仲間ですね。カルシウムだったりマグネシウムだったり鉄、リン、いろんなミネラルがありますけれども、その中の一つになります。もちろん水溶性の物質なので、体に摂取した栄養素の中で体に吸収しきれなかったものっていうのはどんどん外に排出していきます。これはカリウムだけではなくてミネラル全般に言えることです。だいたい人間の体の中には体重の 0.2% から 0.3% ぐらいの量カリウムが存在するっていう風にされていて、例えば60キロの方であれば 0.2 から 0.3% なので、 120g から180g ぐらいですかね。これぐらいのカリウムが体内に常に存在していて、いろんな生理作用を果たしています。体に存在するカリウムの 98% は細胞内液に存在しているんですね。細胞外液に存在するナトリウムと、これはセットで考えるべき栄養素なんですけれども、このカリウムとナトリウムっていうのは対の関係になっていて、この2つの働きによって細胞内外の浸透圧をコントロールし、筋肉の収縮を牛耳ってると言っても過言ではないわけなんですね。まあ、それに関してはね、後ほどお話をしていこうと思います。よくアセスルファム系って皆さん目にするかと思うんですけれども、コンビニで飲み物買ったりとか甘いものを取るときに人工甘味料として含まれているもので、これアセスルファムカリウムなんですけれども、これとですね今日お話しするカリウムっていうものは全く別物として考えていただければと思います。ここからはですねボディメイクに関わるところで、一体カリウムってどういう役割を果たしていくかっていうお話をさせてください。大きな役割というかメリットっていうんですかね、それが3つありまして、1つ目が水を溜めないむくみ予防とかっていうところですね。2つ目がpHバランスの調整、3つ目が収縮のコントロール、この3つが主な役割になります。1つずつ簡単にご説明していきましょう。まず水を溜めないとかむくみ予防っていうところに関してなんですけれども、このカリウムには血圧を下げる効果があって、なんで血圧が下がるのかっていうと、摂取したカリウムが吸収されることによって細胞内液にカリウムが溜まりますと、そうすると別でねナトリウムが吸収されて体内の塩分濃度が高くなるわけですよね。体液中の塩分濃度が上がると血圧もそれに乗じて上がってくるんですけれども、このカリウムっていうのは腎臓からナトリウムを吸収することを抑制する作用がありますので、結果として血圧が低くなりやすいと。じゃあ塩分が体から抜けていくとどうなるのっていうと、水を溜めにくくなるということで、特に減量中の方だったりとか、あとは何か撮影があったりとかで体のコンディションを整えなければいけない方っていうのは、このカリウムを摂取してあげることによって余分な水分を体に溜めておかないっていうコントロールに使えるのではないかなと思います。僕の友人のボディービルダーの方がですね、大会当日の減量の時に1キロオーバーしてしまっていて、必死にカリウムを飲んで水を外に排出して減量クリアしたっていうね、そういう使い方もですねエクストラではあると思うんですけれども、時と場合に合わせて使えるのかなというふうには思います。で、次2つ目が pH バランスの調整で、これもかなり重要なところで、皆さん pH バランスっていうのはご存知ですか？コアにトレーニングをしている方だったら問題なく知ってるような言葉だとは思うんですけれども、人間の体っていうのは酸性とアルカリ性をうまいバランスで常に保っていまして、このバランスのことを pH バランスっていうふうに言います。で、低くなっていくと酸性、高くなっていくとアルカリ性なんですけれども、常に人間の体内の pH バランスっていうのはだいたい 7.35 から 7.45、 平均して7.4 ぐらいに保たれていて、これが酸性になりすぎてもアルカリ性になりすぎても人体の
生理機能には異常をきたしてしまうということなんですね。アルカリ性酸性に偏りすぎてしまうことで起こる人体の異常状態って本当にたくさんあるんですけれども、分かりやすいところで言うと pH バランスが酸性に傾いてしまって、いわゆるアシドーシスっていう状況になってしまう。そして嘔吐だったりとか下痢だったりとか、あとは腎臓の機能不全、こういうところが主な症状としては挙げられるんですけれども、こういった状況が起きないためにナトリウムイオンとカリウムイオンで均衡バランスをとって pH バランスを一定に保っておきましょうという役割を果たします。それに近いところで言うとですね、よく知られているスポーツ中に電解質を取りましょうっていうお話があると思うんですけれども、このカリウムもしっかり電解質の一つではあるんですね。運動中っていうのは汗で電解質が外に流れたりだとか、他の要因によって失われやすいんですけれども、電解質がなくなってきてしまうとですね、釣りやすくなってきてしまったりだとか、あとは痙攣が起きたりしてしまう、こういった状況もありますので、そういう意味でもですね、カリウムはじめマグネシウム、鉄分、こういったところが含まれているドリンクっていうのを運動中もしくは運動前にしっかりスタックしておくっていうことは必要だと思います。で、3つ目が筋収縮のコントロールなんですね。これが一番重要と言っても過言ではないんですけれども、人間のあらゆる細胞内にはナトリウムポンプっていうものが存在して、細胞外からカリウムを細胞内に引き入れて、逆に細胞内から細胞外にナトリウムを送り出すようなね、サイクルというか、これをナトリウムポンプっていう風に言うんですけれども、この時に神経伝達だったり筋収縮が行われるための活動電位が発生します。もうちょっと詳しく言うと、筋肉が収縮する時っていうのはアセチルコリンっていう物質がシナプス間隙、ニューロンとニューロンの接触部みたいなところなんですけど、ここにまず放出されますと。で、放出されたアセチルコリンを筋細胞中のレセプターが受け取ると、ナトリウムイオンとカリウムイオンのポンプが動いて、これによって活動電位が発生するっていうことなんですね。もちろんここで発生する電位が高ければ高いほど筋肉が収縮しやすいわけです。 EMS の低周波の商品とかを思い浮かべていただくと、スイッチがね3段階ぐらいあって、強、中、弱ってあったとしたら、弱っていうのは微々たる電気をそこに流してピクッと筋肉が動くと、で、中、強っていくに従ってどんどん電気が強くなって、より筋肉を強く収縮させると、こういったところ分かりやすいかなと思うんですけれども、なので運動だったり食事っていうのを十分にコントロールしているのにもかかわらず筋収縮力が弱いとか出力がなかなか出ないとかっていう方は、このカリウムはじめナトリウムもそうなんですけれども、電解質の摂取っていうところを見直していただくのは非常に有効だと思います。このナトリウムポンプにとても近いものでカルシウムポンプっていうのもあって、役割も結構近いんですけれども、これら全体をイオンポンプっていう風に言って、体内で使われるエネルギー源である ATP の 25% はこのイオンポンプによって使われます。正確に言うと ATP から ADP になる過程で生じたエネルギーの 25% ですね。つまりこのナトリウムポンプもしくはカルシウムポンプのクオリティに人間の体を動かすエネルギー全体の 25% が依存するということです。ここまでお聞きいただくと、カリウムがいかに筋収縮にとって重要な役割を果たすのかっていうのはご理解いただけたと思うんですけれども、このカリウムもですね、他のミネラル同様体の中では合成できないものになりますので、毎日の食事で継続的に摂取していく必要があります。そこで摂取量がどれぐらいなのとか、あとは取りすぎるとなんか悪いことが起きるのっていうお話なんですけれども、 WHO が出した高血圧予防のためのガイドラインで1日に 3500mg 以上のカリウム摂取が有効だよっていうガイドラインがありまして、国内の一般的なカリウムのガイドラインを見ると食事から十分に補えてますよっていうものが多いんですけれども、では日本人の平均摂取量ってどれぐらいなのっていうと、だいたい 2200mg ぐらいなんですね。これ1日なんですけれども、そう考えると 30% か 35% ぐらいのカリウムが足りてないっていうことなんですよね。なので普通に食事してたら勝手に入ってくるっていうものではなくて、意識的に取っていくっていうことが必要なのかなと思います。で、過剰症についてなんですけれども、冒頭にお伝えした通りですね、水溶性の物質なんで、どんどん腎臓を経由して尿として外に排出されるんですね。多くを取ってしまってもです。なんですけれども、腎臓の機能不全だったり何かしらの病気によってうまく腎臓が働かない方っていうのは、このカリウムを外に排出することができないので、そういう方は高カリウム血症になってしまうリスクもあります。ただ一般の人でカリウムの取りすぎっていうことはなかなか考えにくいので、この点はあまり心配する必要はないのかなと思います。サプリで取らなくても十分食事、バナナだったりとか他の野菜だったりとか、この間お話したさつまいもとか肉以外の食べ物には結構カリウムが多く入っているっていうのは事実なんですね。なんですけれども、先ほど僕がお話しした役割みたいな目
的があって、カリウムをサプリメントで取ろうって思われる方に対して、まあ、どういったメーカーがいいのかっていうお話なんですけれども、僕はナンフーズのクエン酸カリウムがいいのかなと思います。理由は3つで、1つは GMP 規格で作られているっていうことですね。まあ、原材料から製造するプロセス、それから出荷の工程までがきちんとした規格の上に作られているっていうところ。で、2つ目が、ここは結構重要なんですけれども、クエン酸カリウムっていうところで、なんでクエン酸がついているかというと、キレート加工がされているからっていうことなんですよね。このキレート加工って何ぞやっていうとですね、クエン酸だったりアミノ酸と物質を結合させてサプリメントとしてパッケージにすることによって、ただでさえ人間の体に吸収しにくい、特にビタミンだったりミネラルっていうところの吸収率を上げたものになります。特になんで日本で売ってるビタミンミネラル系のサプリであまり評判がいい、効果があったよっていうお話が少ないかっていうと、このキレート加工が規定によってできないからなんですよね。多分今でもまだキレート加工国内の工場でできないんじゃないのかなと思います。あと海外だと崩壊基準って言って、そう、摂取した錠剤だったら錠剤が溶け切らずにそのまま体外に排出してしまうっていうリスクを加味して、30分以内にそれが完全に水に溶けるようになっていますかっていう基準が設けられているんですけれども、日本で生成されるサプリメントに関してはそういった基準もおそらくなかったと思います。なので僕が一つ押すとしたら、このクエン酸加工されたカリウムですね。で、3番目の理由としては、このキレート加工されたものの中ではコスパが優れているっていう点です。一般的な加工されていないものに比べて吸収率が3倍から5倍ぐらいは期待できると思いますので、ぜひね、ビタミンミネラル、特にビタミン C とかこういったカリウムとかだったとは思うんですけれども、この辺をサプリメントで取りたいと思われる方は注意して選んでいただけるといいのかなとは思います。ナンフーズのクエン酸カリウムに関してはこの動画の概要欄に詳細貼っておこうと思いますので、詳しい金額だったりだとか、あと入っているものに関してはそこでチェックしていただけたらと思います。今日もですね、かなりコアな解説になったのかなと思うんですけれども、最後までご覧いただきどうもありがとうございました。こういう動画がいいねと思ったり参考になったら、チャンネル登録と SNS でのシェアよろしくお願いします。インスタグラム、ノート、オンラインサロン、オフィシャルウェブなどソーシャルメディアもやっております。エンドロール概要欄からぜひチェックお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。